こんにちは、つくです。ツイステッドワンダーランドメインストーリーエピソード5、美貌の圧政者の続きをやっていきます。今これホーム画面なんだけど、最近このホーム画面の背景が変えられるっていうことをようやく知りまして、このスカラビアの背景に変えてみました。なぜかカリムの顔が悪どい顔になってるけど、まあ普段はニコニコしてます。よし、メインストーリー見ていこう。美貌の圧政者の続き、次はケンサンハーモニー。合宿中なんだよね。オンボロ寮で合宿中なんだけど、どうなっていくのかな。今のとこなんか意外とほんわりした感じなんだけど、こっからどんな風に展開するのかちょっとよくわかんない。見ていこう。ケンサンハーモニー、ポムフィオーレ寮ボールルーム。練習の時はこのポムフィオーレ寮に来るみたい。揃ってるわね、ジャガイモたち。はーい。っていうか俺はマネージャーだった。みんな歌は頭に叩き込んできた？はい、もちろんです。新曲かな。あ、はい。それじゃあ歌も合わせてみるわよ。マネージャー、曲をかけて。ヘイデゲス。ポチッと落とした。かっこいいね。おお。すごい、プロの歌手みたい。そうだな、ここは具体的に褒めよう。プロの歌手みたい。おお。なんだ、自分たちで感動してんの。全然関係ないけどさ、前にも言ったけど、このカリムのさ、白のタトゥーみたいのかっこいいね。やーべー、メインボーカルチームの歌声に聞き惚れちまって、いつの間にかコーラス忘れてたぜ。ダメじゃん。おい、それじゃダメだろ。それぐらいいいってことだよ。体が自然に踊り出しちまう。おトレビアン、素晴らしいハーモニーだったね。はい、すげえ熱かったっす。このくらいで騒がないで。まだまだメインもコーラスもガチャガチャ。メインも音を外してたし、コーラスは前に出すぎ。せっかく頑張ってんのに前に出ちゃダメ？コーラスって想像より難しいな。俺もよくカラオケとかで勝手にハモってデカすぎて怒られるね。あー、俺もメインボーカルがよかった。新じゃが1号、コーラスの重要性が分かってないようじゃ、メインボーカルへの道は7つの輝く丘の彼方より遠いわよ。だ、その回りくどい言い方は。メインとコーラス、どっちが調和を乱しても美しく聞こえない。心しなさい。おお。イース、頑張ります。イース、頑張ります。本番では踊りながらの歌唱になる。難易度はぐんと上がるわ。難しそうだね。さあ、次はダンスのレッスンよ。始めましょう。おっと、ミニゲームか。ダンスレッスンをしよう。難しそう。ほいほい、あ、ちょっとミスった。ほい。ダンダンダン、ダン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 、ダンダン。最初の1個ミスっただけだったな。なるほど、慣れたぞ。あとでもう一回やろう。1個グッドになっちった。それでも SS だったけど、まあ維持だからね。ふー、ちょっと緊張したぜ。おっと、次は反発アイデンティティだって。アイデンティティは個性とかそういう意味だよね。揉めますねこれは。よーし、見ていこう。楽しみだぜ。反発アイデンティティ。数日後。ポムフィオーレ寮ボールルーム。
いつかリンゴのような赤朽ちてく、誰も超えられない。ああもうダメダメ、一旦音止めて。エペル君声全然張ってないけど、これでメインでいいのかい？どうしたんだい、ビル？エペル。あ、はい。うわ、出たエペルしごき。ああもう毎日だとさすがにかわいそうになってくるわ。エペルはメインボーカルだし、それだけ期待をされてるってことだろうな。俺様、音止めてって言われるために尻尾が後ろ足の間に入っちまうようになってきたんだぞ完全に怯えてるじゃないですかあんたバレエのレッスンで何を学んだの？固定観念を捨てなさいとは言ったけど、やけくそになれとは言ってない。歌詞の意味を理解しないまま歌わないで。これは誰かに媚びを売るための歌じゃないの。うん、でもこれが僕のできる精一杯の愛らしさで。愛らしさとぶりっ子は別物よ。そんなことであのネージを仕留められると思ってるの？さあ初めからもう一度。うん、俺は、お俺は可愛くなんかなりたくない。は？ボムフィオーレなんかに入りたくなかったし、ボーカル&ダンスチャンピオンシップになって出たくねえ。俺はこんなお遊戯するためじゃなく、強くなるためにナイトレイブンカレッジに来たんだ。俺がなりてえのなよっちい男でなくて、タゲでかくて、タゲ強くて、タゲたくましい男だ。タゲっていうのはまあ超とかそういう意味かな、この文脈からするに。呆れた。思い通りにならないからって癇癪を起こしていいのは3歳児までじゃなくって？マジで小4ぐらいまで許してよ。あんたは愛らしいと強いが別物のように話すけど、その2つはどちらも等しくパワーよ。うん、それがわからないようじゃいつまでたってもあんたは私に勝てない。うるさい！もういい、もうやめる。俺はこのチームを抜ける。あらそう、いいでしょう。じゃあいつものを始めましょうか。勝負するってこと？二人とも喧嘩はやめましょう。いつものいつものが知らねえからいつものになっちゃうね。大丈夫だよ、これは喧嘩ではないから。うん、どう見ても一触即発の空気ですが、まあ抜けたいんなら私を倒したみたいな感じかな。まあ見ておいで。はい。さあマジカルペンを取りなさい、エペル。今日こそは絶対勝ってやる。ってやっぱ喧嘩じゃないですか。よし、みんなで助太刀だ。全力でかかってきなさい。わあ、すぐに積んでやるよ見て見て、ストーリーとほぼ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 同一メンバーだよ。感謝しなよ。一応ね、もう授業受けまくってレベル上げまくってるからね、勝てると思います。覚悟するね。罠にかかった。あんたにはもったいないかしら。光栄に思いなさい。危ねえ危ねえ、余裕ぶっこいてたらまた一撃差で勝ったわ。これが覚悟の差だ。いや覚悟が足りなかったわ。危ねえ、マジでギリギリだったわ。はあ、ちょっと次からオートやめよ。ふう、なんとかクリアしたわ。いよいよなんか強くなってきたな、敵も。まあボス級だしな、一応相手が。話の途中とはいえ。次は摩擦リレーション。よし行ってみよう。喧嘩どうなったかな。ちなみに今の戦闘はストーリーとはあんまり関係してないんだよね。一回戦ったってだけで、こっちが勝ってもストーリー上は多分ボロ負けしてると思う。あとみんなで戦ってないしね。単純にエペルと、まあ見よう。摩擦リレーション。ボムフィオーレ領ボールルーム。はい、
今日も私の勝ち。今のあんたは可愛くも強くもない、毒を持たないただのリンゴちゃん。ふん、そんなことじゃいつまで経っても私に傷一つつけられないわよ。うわ、きつー。ポムフィオーレって実はサバナクローより体育会系なんだぞ。まあ向こうはレオナが普段だらけてくからな。まあ切れたら怖いけど。おいおいビル、エペルはまだ1年生だろ、少しは手加減してやれよ。お前に勝てるやつなんてこの学園でもそうそういないんだし。タリム、あんたは黙ってて。いいこと、エペル。初めて会った日にも言ったけど、自分の思うままに振る舞いたいなら強く美しくなりなさい。子供じみたダダをこねるのはやめてレッスンに戻るのよ。ジクちゃん。俺は でもウィル先輩の言いたいことはわかるけど、ちっともエペルに伝わってないな。他の教え方しないとダメなんじゃないのか。エペル、放っておきなさい。これくらいでくじけるようならそんなメンバーはこっちからお断り。その言い方はないんじゃないですか。あいつはあいつなりに歌も踊りも頑張ってました。なのに。努力すれば報われるだなんて甘えないで。だいたい信者が2号、あんたは他人を心配してる余裕があるの？ダンスも歌も他のメンバーにかなり遅れをとってる。同じ時期にダンスを始めた信者が1号に比べても差は歴然。自分が足を引っ張ってる自覚ないとは言わせないわよ。それはチーム切ってのお荷物が一丁前な口を聞かないで。きついね。すいません。ああ怒られた。だから余計な首突っ込むのやめとけっていつも言ってるじゃん。お前バカだし要領良くないんだからさ。うるせえな。みんなストレス溜まってんな。分かってんだよそんなことは。え、なんで急にキレてんの。エースがとばっちり受けてる。要領がいいお前には分かんねえよ。はあ？なんだよあれ、意味わかんねえ。今のはちょっと無神経かも。うーん、ペースは人それぞれだから。まあ別にエース悪くないと思うけどな。今のペースは人それぞれだから。エース、おめえもうちょっと相手の気持ち考えた方がいいんだぞ。それグリムにだけは言われたくねえんだけど。つーか、なんでできてる方が足引っ張ってるやつに気を使わないといけないわけ？うん、同じだけレッスンしてんだし、できない方が悪いじゃん。やれやれ、これじゃ練習にならないな。ちょっとジャミル先輩が仕切った方がいいんじゃないですかね。先輩方、少し休憩にしませんか？お、こいつがいい副将になるんじゃねえか。ジャミル君に賛成だ。サブリーダーだ。ブレイクタイムにしようじゃないか。あ、でもこいつもいいサブリーダーか。なあ、一休みして気持ち切り替えていこうぜ。カニムってさ、王のところなあって言うよね。なあって。ちょっと面白いね、そこ。はあ、仕方ないわね。ティータイム。紅茶？紅茶飲むの？じゃあケーキ食うのかな。ポムフィオーレ寮廊下。廊下までゴージャスだぜ。ミラミラ、教えてちょうだい。そんな休憩中にちょこちょこ聞くほど重要なことか。はい、何を検索しますか。変わんねえだろ、ネージュで。今この時最高に美しいのは誰。美しいメンション数第1位アカウントについてのウェブ検索結果はネージュ・リュバンシェです。
努力すれば報われるのはおとぎ話の中だけよ。また溜まってしまったぞ。ビル？ビル？おっと。どうしたんだい？君らしくなくぼーっと立ち尽くして。可愛いキティに噛みつかれれば、さすがのロワドゥポワゾンも応えると見える。まさか、やめてくれる？ビル、ムシュヒメリンゴにもわかるように見せてあげたらどうだい？君の美が持つパワーを。いいでしょう。何？どういうこと？続く。ここでかよ。何何？ビル先輩の持つ美のパワーって何？うわぁ、気になるけど今回はここまでにしとこうかな。というわけで次回は葛藤ジェネレーション。なんだろうね、ビル先輩の美のパワーってなんだろう。え、何？オーバーブロッドする前からなんかもうやべえのか。なんだろう。まあ続きは次回に。まあ気になるけど続きは次回です。楽しみに。それじゃまたね。バイバイ。